ストロー急行サランドを行います。アゴラブライトです。フットボリーサチューゴー。赤コーナー、コアオジトシ長野ミーカーエブリー福田さん。なお、この試合は1での攻撃が解禁されたディープジュエルス3ラウンドルールで執り行われます。ディープジュエルス13メインイベント、ストロー級肘ありルール5分3ラウンド。画面左、白と黒のコスチューム藤森幸子、画面右側黒のコスチューム、画面奥側長野美香であります。ラウンド、メインイベント第1ラウンドのゴング。さあ、熊久保さん、はい、総合ルール完全復帰戦長野ですが、そうですね、やっぱこの打撃アリーとなるとね、やっぱグラウンディングとは前が全然違いますからね、はいはい、そのやっぱ感が取るくらいのところ。さあ、いったー、ね、鋭いタックル。さあ、ここは取り切りたいですね。耐えられるか、どうだ、うん、背中がついた。そして富谷選手、はい、いかがですか、この長野美香。そうですね、一応長野選手の現役最後は私の試合だったんですけど。ああ、そうですね。はい、まさか前の出産前の、そうです、最後現役の試合ですね。そうです、はい、まさか復活してくるとは。そうですね、不死鳥のように復活といったところでしょう。幸せになってまた復活すると、もう藤森選手の VTR 見て自分を見てるかのように重ねたのがありました、はい、ありましたけども、すごいうんうんなんて出ましたここがすごい、隣がですね、もう本当にこうずっとうなずきが、ね、ありましたけれども、はい、体勢変わりましたね。はあ、さあ体勢変わって藤森が上になった。肘もありますからね。そうですね、この肘のルールですね、はい、肘ありルール、ここがやはり大きなポイントになるのか。先ほど VTR 中には藤森も肘は一発ぐらいは入れたいと言っておりましたが、さあどうなることでありましょうか。まずはボディに、さあ上になっている藤森、ここからやはりここからというのもやはり長野は、ね、どこからでも、そうですね、腕十字ですね、はい、ありますからね。さあしかし対策はバッチリなのか、万全と語っていましたが、主催門馬代表語っていましたが、どうでしょうか。ですね、サイドポジション、はい、そうですね。富山選手、その現役最後、はい、現役最後、出産前の現役、はい、最後の試合で長野と戦った時の印象というか、はい、そのどういう感じの肌感だったんですか。そうです、いや、その前にもう一回やってまして、まあ、それはちょっと負けてしまって、まあ、リベンジという形で勝ったんですけども、まあ、なんかうまくテイクダウンできたのが構想したんですけども、まあ、やっぱりどこからでもうまくタックル入ってくるんで、そこがそのタックルですね。そうですね、はい、あとやっぱり体が柔らかいのか、まあ、いろんな体勢にすぐ慣れるんで、やっぱすごい上手だと思いますね、はい、この前 の、 あのグラップリングの復帰戦見てても、ね、まあ、自分向井選手にやられてるんですけど、はい、そこがすごい、あの強かった、長野選手は、あ、すごい強い感じで帰ってきたのかなっていう印象、パワーアップをして帰ってきた可能性もね、十分に逆に思いましたけど、はい、そうです、その前回のグラップリングルールというところですね、あの熊久保さん、はい、あの向井夏実とのそうです、ね、グラップリングルールでの復帰戦でしたが、はい、もうあのブランクを感じさせない、ね、はい、グラップリングで圧倒的な強さを発揮してた、ね、向井選手相手に、はい、もう向井選手は最後もう、ね、あのかなり納得いかないというような顔してたから、なんでこんなに決められないんだみたいな、はい、焦ってましたからね。というところですね、やはりもう出産を終えてパワーアップして帰ってきたかもしれないというところはちょっと可能性は非常に感じられますね。逆に、まあ、前より楽しくなってるって言ってたので、まあ、やっぱりある程度ずっとやってると練習して試合して練習してって、うん、まあ、ある程度選手ってモチベーションも以前よりは下がってくると思うんですけど、うん、はい、まあ、逆にそのワンクッションあったことによって長野選手がさらに、まあ、そうですね、格闘技に対しての気持ちが強くなって帰ってきたんじゃないかなと思いますね、はい、そこは大きないいところだったのではないでしょうか、はいはい、さあ対する藤森ですけれども、いかがですか、この富山選手、はい、今これは今首が、そうですね、藤森選手もグラップリングで1回自分も対戦したことがかなり前ですけど、まあ、そうですね、あるけども、やっぱフィジカルがすごい、もう体を見ていただければ分かるかもしれないです。その背中の部分だったりとか相当な減量をしてきて、もう本当に無駄な脂肪を落として、はい、
るんで、はい、まあ、相当なフィジカルパワーはあると思いますね。今すごい押さえつけてますけども、そうですね、はい、そこがそこと技術がどう重なるかってとこですね。さあパンチをいく、ね、大きな、ちょっとバッチャー良くないですね。大きなストロークで殴っていく、パンチを叩き込んでいく、ちょっと長野の離した方がいいですね、長野の動き、この腕を離さなければいけない。さあ残り30秒、ここは大きなチャンスを迎えたのか。藤本行く、一気に行く、動かないとどんどん流れますね。ここは、ここはコーチと見た藤森が行きます。あと20、一気に行こうというところ。さあどうだ、わからないですね。じゃとりあえず1ラウンド、この中の動き、この1ラウンド、まずはさあ残り10秒です。残り時間が少なくなってきたが、ここは藤森がワンチャンスものにしたいところがありますが、さあ動くことになりますね。さあここで第1ラウンドが終了します。いや、この1ラウンド最後の30秒あたりは藤森の時間があったかなという感じですが、そうですね、はい、あの ほとんど、ね、動きがちょっと止まるような感じもあったので、はい、やっぱりね、練習とその試合ってやっぱり違うんですよね。そのスタミナが、はい、やっぱすごい疲れるものだと思うので、はいはい、そのまあ練習でね、いやこれ俺だったら大丈夫いけるっていうのがかかっても、試合になってみる、はい、やってみると違うっていうのがありますからね。そういう苦しみは今中野選手感じてるとは思いますね、はい、ちょっとその、はい、その辺はやっぱ総合のルールのブランクがちょっとこう、ね、あるのかな。試合感あるかもしれないですね、はい、そうですね、打撃ありのプレッシャーとは違いますからね、はいはい、さあセコンドアウトの声がかかりました。第2ラウンド、ラウンド2、はい、3ラウンド制第2ラウンドがスタートいたしました。さあ富松選手、はい、やはりこの1ラウンド目ちょっと最後かなりいい印象をつけましたね。そうですね、あ、まあ、ただこういうここですね、このどの体勢からでもやってくるこのタックル、いいタイミングですよね、ここをしっかり長野選手がキープして上からコツコツ落としていって印象をつければ、はい、まあ、またまだわからないですね、全然。さあやはりこの長野といえばこのタックル、そしてやはり腕十字というところがありますけれども、果たしてそれが出るのか、ね、さあ上になっている長野、まずはここは藤森もしっかりとガードしていくが、うん、いいですね、肘ですね、肘、肘、長野が肘を入れてきます。まあ、近い距離だと肘のかなり威力ありますからね、この距離感ですね、まあ、切れる可能性もありますからね、やはり肘の威力、至近距離であれやっぱり肘っていうのは威力が、そうですね、はい、そこをうまく狙っていければというところですが、この2ラウンド目まずは長野が上になって攻めているとか。さあしかしながらこの次の展開へ、そうですね、あ、いいですね、さあ足をうまく使って足が上がってきましたね、はい、さあ三角締めですか、三角締めに行こうというところか、言ってましたね、得意の、はい、まさにこの試合は腕十字対三角締めの様相になるのではないかという予想が、さあ、いった、まだ腕が入ってないですけどね、腕が首に入ってない、足がちょっと浅いですね、うまく今長野選手打つよりもそこと対処した方がいいかもしれないです、三角の、はい、肘を張って防いだ方がいいですね。さあまだ浅めとはいえ、さあ行くぞ行くぞ、少しずつ藤森の右足が長野を捉えようとしていきます。三角締め決まらなくてもこの形でキープしたら下から殴り放題なん で、だいぶ有利だと思いますね。そこですね、はい、さあ形に入って少しずつ最終形に持っていこうというところ、藤森、そうですね、これですね、これですね、肘ですね、肘も入れますね、はい、さあ長野、この長野としてはここからどうしたら、まずはしっかり胸を張って、ええ、とにかくこの三角締めのクラッチを外したいですよね、相手の足を、ね、はいはい、まあ今不十分なんで、ええ、しっかりこの部分で対処していきたいですね、はい、さあ若干ここで足のクラッチが緩くなったところ、うん、さあもう一度いくか、藤森はもう一度果敢にチャレンジしていくのか、うん、
湧きそうですけどね、はい、どんどん打っていった方が良さそうですね、はい、まあ、一回解除した方が良いかもしれないですよね、この足自体は、やっぱこの部分ですね、はい、この体勢というのが若干この長野は上にはなってはいますが、やはりこの藤森の足気になるところですね。そうですね、はい、さあ少しずつ行った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 、この体勢はきついですね。さあどうですか、腕も取られる可能性出てきます、ね、さあこれはいかがでしょうか、富山選手いかがですか、これは。そうですね、この形も今腕も狙えれるんで、また腕、そうですね、パンチしながら腕も狙いつつ三角も狙うと、まあ、はい、もうかなり有利ですね。これはもうどこに行っていいかわからない、どこに狙いをつけていいかわからないって感じですね、長野側としては。そうです、入れてきますね、腕を、はい、はい、結構きついと思いますね、はい、これ熊熊さんいかがですか、この体勢は。まだ大丈夫です、ね、まだ大丈夫ですか、はいはいはい、肘は張ってるんで、さあ少しずつ、さっき1回、ね、あの解除したときにあの両足を残り1分でしたね、まだやっぱり残って、はい、さあ残り1分ですが藤森の有利は変わらないか。これ残り1分ずっとこれやられたらもうですからね、もう藤森選手圧倒的有利性ですからね。さあ、ちょっと苦しい状態、長野かなり苦しい状況ですね。大きなアドバンテージを得ている藤森です。抜けそうですか、どうですか、この残り30秒、残り30秒、うん、しっかりと藤森がこの体勢キープをしています。まだまだ外れませんね。そうですね、もう殴り続けますかね。そうですね、はい、この形、残り30秒、さあ残りは10秒、三角固めにいってもいいような気がしますけどね。最後この最後のワンチャン、はい、ワンチャレンジで、しかしぐっと殴り続けている、うん、ここで第2ラウンドが終了します。いや、この終始本当にこの第2ラウンドの半分以上は今の体勢、そうですね、というところでやはりこの藤森が圧倒的優位ではないかという印象ですね、はい。まあ、ただ長野選手も努めてこう冷静になろうという感じが見えますよね。そうですね、はいはい。さあ3ラウンド目になるとやはりこの長野としても行かなければならないというところはあると思いますが、一本決めないとっていう指示が出てると思いますけどね、はい、自分でも分かってると思ってるんですけども、うん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 、対する藤森としても先ほどやはり大きく三角締め。さあ第2ラウンドが終了、インターバル終了、最後の5分間であります。長野選手あのね、はい、まあ、休養とか一回引退する前に、はい、あのボクシングのパンチがかなり良かったので、はい、ちょっと打ち合ってもいいんじゃないかと思いますけどね。さあ打ち合って、はい、しかし長野がもう一度今度はタックルにもう一度行きます。タックルって疲れるんですよね。疲れますね。特に切られたりすると、はいはい、さあ若干ここは長野が押し込んでいく展開ですが、この部分ですかね、やはりこの、ああクラッチ切られましたね、タックルもやっぱすんなり決まればまだそうですね、はい、スタミナのロヒ少なくて済むんですけど、はい、こうなんかじっくりとやられてしまった時のスタミナのロス。そうですね、はい、まあ、ただ長野選手は崩しがうまいんで、はい、まあダメでもその先がもうどんどんやっぱり、はい、まあ、名門 大学でね、さすがですね、やってたので、はい、そこはやっぱりうまさが見られますね。しかしここは藤森もしっかりと潰していきます。これはバック取られたらですね、サイドから殴ってきそうですよね、はい、あでもさあ行った行った行った、長野は返していく、上になれるか長野、もう一度今度は藤森も返していくか。さあ手がどうだ、手が入っている。さあバックを取るのはどっちだ、上になるのはどっちか、長野か藤森か、長野か、来た、バックして取れますね、長野か、肩固めか、マウント取りました、ね、マウント取った、ここから腕十字いくらでも入れます、もう一度返したい藤森、腕十字できるかですね。さあ舞台は整ったか、いや安定してか、あった、来た、さあ舞台は整った、ちょっと不十分か、どうだ、まだ
とした。いや、千載一遇の。これも長野選手どんどん仕掛けてたのがいいですね。はい、もう休んでる暇ないです、ね。チャンスが訪れましたが、まだ腕一本取ってますね。まだ取っているか、取っていますか。さあまだまだ続いています。長野のビッグ、さあここでビッグイニングが続きます。まだ行きます。まだ行く。しつこく行った方がいいですね。ここで長野の手番が始まりました。藤森選手はこれなんとかしたよ。しっかり受け止められるか、受け切れるか。取りましたね。意地見せましたね、これは。の腕十字炸裂、ちょっとこれはびっくりですね。いやいやいや、3ラウンド唯一の大きなチャンス逃しませんでしたね。はい、もう本当ワンチャンスですよね。あそこで勝った、もう取れなかったら、ね、多分負けであったと思いますけど、それだけ意地がすごかったですね。いや、3ラウンド2分34秒腕死に十字固め、手元の時計です。もうほぼほぼ負け試合でしたからね。1、2ラウンドとしっかり押し耐えられて押し込まれての中、最後の最後、勝利の女神は長野に微笑みました。そうですね。でも あそこまでね、あのディフェンスされてて、でも最後までスコア取りに行った執念ですよね。腕ひしぎ十字固めが決まりました。必殺技が長野に勝利をもたらしました。泣いています。感極まっています。あ、大粒の涙が流れています。期するものがあったんでしょうか。やはりいや、ここでさあマイクを受け取りました。こんにちは、ありがとうございます。コア所属の長野美香です。正直すごく不安で挑みましたが、皆さんの声も聞こえ、最後まで頑張ることができました。藤森選手にもすごく強くて、ちょっと心が折れそうになった時もありましたけど、最後は勝ててよかったです。ありがとうございました。見事逆転勝利を抑えました。長野美香選手に盛大な拍手を。